い、皆さん、エヴァンです。久しぶりですね。今回は日本語6四則演算についてお話したいと思います。じゃあ早速ですが、今から説明したいと思います。皆さん、最初から最後までご覧ください。はい、よろしくお願いします。じゃあタイトル通り四則演算ということ、どういう意味かというと、じゃあ私は書きます。皆さん多分わかりますよ。これですよね。この印。これは四則演算。この4つは四則演算ということです。はい、じゃあ一つ一つ説明したいと思います。はい、これは足し算、これは引き算、これは掛け算、これは割り算。じゃあ例を見てみましょう。例えば これ例でしょうね。これ何と呼びますか？はい、この呼び方です。1足す2は3。もう一度、1足す2は3、はい、これは和だけじゃなくてイコールを言うことができます。もう一度、1足す2イコール3、1足す2イコール3。これは足し算と言います。足し算。はい、次割り算ですよね。じゃあ消します。例えば3、はい、じゃあこの呼び方は3-1は2。もう一度、3-1は2、はい、これは引き算と言います。はい、次掛け算。例えばこっちですよね。この呼び方です。 3×1 は3。もう一度、 3×1 は3、はい、これは掛け算と言います。はい、最後です。この呼び方です。9÷3は3。もう一度、9÷3は3という呼び方です。これは割り算と言います。この4つは1つずつ名前があります。1つ目は加法、2番目は減法、3番目は除法、
4番目は情報、こっちは情報、情報、こっちは情報。じゃあまとめます。あの、シーソクエンさんということは足す、足す、そして引く、そしてかける、そして割る、この4つの印です。はい、じゃあ皆さんいかがでしたでしょうか。はい、じゃあ今回の授業はここまでです。皆さんは最初から最後まで見てくれて本当にありがとうございます。次回の動画をどうぞご覧ください。はい、じゃあまた今度よろしくお願いします。バイバーイ。